カルヒロイトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのエアランゲン・ヘイシュタット軍に属する、マチソン。アルブレヒト・デューラーの、カルヒロイトの谷この自治体は、ニュルンベルクの北東約10キロメートル、エアランゲンの南東約10キロメートルのゼーバルダー、ライヒスバルトの高台に位置する。この村には、多くのキルシュの木が栽培されているため、キルシュドルフとも呼ばれる。カルヒロイトは、 長く伸びた黒、ジュラキの地層上に位置しており、南西ドイツのケスタ地形の一部を成している。村の西部及び南部に広がるカルヒロイトの森は、日帰り行楽地となっている。地名は、土壌に由来するカルクとゼーバルダー・ライヒスバルトを開いた、開墾地を示すルースが合成されたもの。長望に恵まれたことや、ニュルンベルクから近いことから、特に週末や夏の夕方には、 ハイキングや食事を楽しみに多くの人が訪れる。この町は公式には6つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1900年まではボルフスフェルデンもこの村に属した。カルヒロイトの町議会は主張を含む17議席からなる。図柄、4分割。向かって左上は赤字に銀と黒の斜め三角図形。 向かって、右上は赤い王冠と赤い爪、赤い下の黒い獅子。向かって、左下は黒いアンドレアス十字。向かって、右下は緑の額のある西洋御桜の花。水木とアンドレアス協会聖アンドレアス協会と隣接するハラース城は重要な建築アンサンブルを示している。1472年にゴシック様式で建設された。 天礼用衝動と十二使徒の粘土像を持つ、この教会の中世後期の長度は、かなり有名なものである。新しい時代の記念建造物としては、板張りの駅舎が保護記念建造物に指定されている。2002年に改修され、2005年からは再び利用されるようになった。城のレストランの中に、ルードルフ・シーシュトル教会が置かれている。カルヒロイトには、 単線のグレーフェンベルク鉄道の停車駅がある。ありがとうございます。